はい、この後今日の感染状況については公表させて発表させていただきますけれども、私の方からは、最近記者会見、やる機会がなかったものですから、最近の動向を踏まえて私の方から少しお話をさせていただきたいと思っております。県民の皆様、事業者の皆様のご理解とご協力によりまして、他の感染が拡大している地域と比べまして、我が福岡県の感染の状況、また病床の稼働率というのは比べますと低い水準で推移をしているわけであります。県民の皆様、事業者の皆様、そして医療従事者、社会のいろんな分野でこれを支えていただいている多くの関係の皆様のご尽力に改めて感謝し、お礼を申し上げたいと思います。しかしながら、最近の感染状況を見ていきますと、2桁の後半のところでの数字も出てきているところであります。また毎日いくつかのクラスターが発生をしている、そういう状況にもあるわけであります。今が非常に大事な時期であります。何を言っても大事なことは、医療提供体制がしっかり維持確保される、医療サービスが、適切な医療サービスが提供され続けること、これが一番大事なことであります。そういう観点からいくつか述べたいと思っております。最近クラスターが発生しておりますので、そのクラスターは場所が特定されていてどういうことなのかも分かっておりますので、そこの施設で封じ込めを図りたい、これが第一であります。それから高齢者、それから障害者といった、重症化のリスクの高い方々が入所される施設でクラスターが発生しているわけですから、今後のクラスターの発生の防止をするためにですね、今議会で総議決をしていただきました、こういった高齢者や障害者の入所されている施設、これの職員の皆様の PCR 検査、これについては今、事業の実施の準備を急いでいるところでございまして、事業が始まったら速やかにこの PCR 検査を受けていただきたい、そのことでもってクラスターが発生するような施設、その予防に努めていただきたいというのが第一のお願いであります。それから、これから先、医療機関、その圧力が高く、他の地域、なかなか大変なところもたくさん出てきているようでございますけれども、私ども、今の段階では医療提供体制は十分確保できている、そういう状況にはございますけれども、病床稼働率が、我々のコロナ警報でいう 25%、まあ、瞬間風速で超えたということもございますので、これからの感染状況等の事態の推移、これを非常に警戒感を持って見ていきたいと思っているところであります。今が非常に大事な時期でございますので、県民の皆様、事業者の皆様には、年末年始を控えて改めてお願いを申し上げたいことがございます。まず県民の皆様へのお願いでございます。ここにありますように、混雑する時期や場所を避けていただきたい、それから初詣は時期をずらして、混雑を避ける工夫をそれぞれしていただきたい、それから境内において食べ歩きや大きな声を控えていただきたい、会食は感染防止ステッカーが貼ってあるお店でそれを行っていただきたい、また会食等をやる場合には、お話をするときと食べるときとうまく使い分けて、マスクの着用、あるいは大声を避けていただきたいというのが、県民の皆様の年末年始を控えての改めてのお願いでございます。それから、事業者の皆様へのお願いでございます。業種別ガイドラインに従った感染防止対策を徹底していただくよう、これまでお願いをしてまいりました。そしてそういった防止措置を講じられたお店については、県のステッカーを貼っていただくようお願いをしてまいりました。これから先、冬場になります。適切な換気、寒いからなかなか換気をしなくなるわけですけれども、適切な換気と適度な保湿、湿度、これが大事なことになります。室温は18度以上、湿度は 40% 以上というのは専門家の言う目安でございます。
そういう意味では換気と保湿、これに意を用いていただきたいと思います。こういった感染防止対策を講じていただく上ではいろんな支出を伴います。従いまして県の方では、消毒薬とかマスクとかアクリル板とかあるいはサーキュレーターとか空気清浄機、そういったものを入れて、防止対策を講じられるお店については助成費を準備をしております。これを活用してこの、使っていただく期間も 来年の2月いっぱいまで延ばしておりますので、しっかり感染防止対策をそういった助成費も使いながら講じていただく、大勢の皆様が安心安全でそのお店を利用していただけるように事業者の皆様にもよろしくお願いを申し上げたいと思います。それから昨日県の医師会の松田会長が、記者会見でお話をされていましたように、陽性になられた方についてはその症状に合わせて入院医療機関に入院をしていただく、あるいは宿泊療養施設に入っていただく、その仕分けをしてお願いをしておりますけれども、自宅療養というのはご本人のためだけではなくて、いわゆる急変をしてお亡くなりになった方も、エクモのお世話になった方もいらっしゃるわけであります。ご本人のためだけではなくて、ご家族や周りの人のこと、そのことも含めて、自宅療養はできるだけ避けていただく、保健所の方から医療機関への入院、あるいは宿泊療養施設への入所、これがお話が聞きましたら、それに従うようにお願いをしたいと思っているところであります。私の方からまずお願いしたいことは以上でございます。よろしくお願い申し上げます。すみません、じゃあ幹事社、はい、読売新聞から何点か質問させていただきます、はい。まず今日東京都で600人を超える感染者が出ていまして、福岡県でも記録した通り感染者数は他県に比べて少ない状況となっていますが、先日80人を超える感染者確認され、そうですね、はい、第3波が懸念される中で現状の感染状況どういうふうに、今のところ先ほど言いましたように感染が拡大している他の地域、その動向と比べますと、県民の皆様、事業者の皆様のご理解ご協力、そのおかげでですね、私どもの県の感染者数それから病床稼働率というのは低い水準で今のところまだ推移をしております。ただ先ほど言いましたように、今おっしゃったように80人を超えたり、昨日は50人を超えてます。今日もちょっとクラスターが出てるって話もありますから、まだ集計中でございますが、似たような数字になろうかと思います。そういう意味では予断を許さない、今後の事態の推移というものを警戒感を持って見ていく必要があろうかと思います。そういう意味ではコロナ警報、総合的な判断をして各市を見ていくわけですけれども、現段階では、コロナ警報を発動する段階にはないと思いますけれども、逆に今が大事な時期でございます。先ほど申し上げましたように、県民の皆様、事業者の皆様には、一人一人の行動、事業活動が大事なもんですから、改めてよろしくお願いをしたい、そういう趣旨で今日お話をさせていただいているわけであります。ありがとうございます。もう一点、はい、今回、クラスターの発生というのが非常に一つの特徴になっていると思うんですけれども、はい、クラスターを防ぐために、大事なことを、はい、まずクラスターが発生したところはそこから感染が広がらないようにしっかり、疫学調査をしてその施設に封じ込めていくと、その関係者に留めておくというのが第一なこと、それからもう一つは似たような施設で同じようなクラスターがまた起こらないようにしていく、予防していくということが大事なわけです。そこで先ほど申し上げましたように、今回県議会の方で早期議決をしていただいた高齢者あるいは障害者の方々が入所されている施設の職員の方々の PCR 検査、これは逆に言えば接する機会が多い方々のが陰性を確認しておくというのが大事なことでありますので、予防という観点からそういった施設の職員の方々の PCR 検査、その準備をしておりますので、準備が整い次第皆さんそれをやっていただきたいというふうに思っております。最後に年末年始の帰省を、ね、はい、自粛を呼びかける自治体も出てきておりますが、福岡県の対応をお聞かせください。
今申し上げましたような状況でございますので、現段階におきましてはですね、県民の皆様、それからよその都道府県民の皆様に、のその県境をまたぐ移動について、私の方からその自粛等の呼びかけを行う考え方は現段階ではありません。しかしながら移動される場合にはご自身の健康状態はしっかり確認をしていただく、それから行こうとされる目的地の感染状況やそこの首長さんがどういうことを言っておられるのか、それらを踏まえていただく、そして利用する施設が行き先であった場合には感染防止対策が講じられている施設かどうか、そういったことを移動される方ご本人がですね、自らの健康状態をはじめしっかり確認をして移動するかどうか、そこに行くかどうかというものを決めていただきたい、慎重に考えていただきたいという思いでございます。で、当然移動される場合にはマスク、手洗い、それから3密の回避、そして身体的な距離の確保、そういったものをしっかり、意識をして移動していただく、行動していただくということが大事であります。何よりお一人お一人がですね、人からうつされない、人にはうつさない、ひょっとしたらかかってるかもしれないという、そういう思いでもって、意識をし行動する、活動するということが基本ではないかと思います。今まで県民の皆様のご理解とご協力で今こういった水準で推移できているわけですが、これからが非常に大事な時期になります。そういう意味で改めて県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。どうぞ。新聞です。先ほど知事がおっしゃられた早期可決されたはい、高齢者とか障害者の施設の PCR、はい、職員の PCR 検査なんですけど、はい、実施時期の目処とかが立っていればいつ頃まで金額が張りますので、公募したりですね、いろんな会計上の手続き、これをしっかり講じながら最短距離といいますか、最速でもって準備してやりたいと、できるだけ早くやりたいと思っております。当然12月の12月にはあれですけども、その中でも早いうちにやりたいと思っております。12月中には当然やります。で、それ今月中にやりますけど、それもできるだけ必要な手続きっていうのはしっかりやりながら一番早くやりたいと思っています。それともう一点よろしいでしょうか。先ほど呼びかけられていた飲食店の申請で期限はい、対策のですね、はい、女性の申請、期限延ばされたということですけど、申請数が今なかなか伸び悩んでいる状況にあると思うんですけど、はい、伸び悩んでいる現状についての分析と背景と、はい、それとですね、あと説明会という対策も代表者会議でも、はい、明らかにされたと思うんですけど、はい、他にも申請数を増やすために検討されていることがあれば教えてください。いろんな形でやっております。この前の議会で答弁した通りなわけですね。我々が思いつく限り関係の団体を通じたり、保健所を通じたり、市町村を通じたり、いろんなルート、いろんな媒体、いろんな形、形式で働きかけをしていきたいとしているところであります。で、それから年末年始を迎える前に感染防止対策を講じていただこうと思って、期限を切って、早くやろうとしたんですけれども、これから先コロナと長く向き合っていかなければならないということも考えますとですね、一つでも多くのお店がそういった感染防止対策を講じていただくことが必要なわけです。で、したがって、申請期限を延ばしたということでございます。延ばしたからといって年明けでやってくださいという意味ではなくて、延ばしたんですけれども、できるだけ早く、感染防止対策をそういった女性措置も使いながらやっていただきたいと。というのは収益に関係ない事業なんですよね。で、理由をとおっしゃいましたけど、要するにそれをやったら収益が上がると直接的なものではないというところが多分経済学的な説明だろうとは思います。で、そこは逆に収益に直接つながらないからなかなか投資ができない分野だとすれば、その後押しをさせていただくことによって、で、例えばほぼ全額がカバーできるものってあるわけですね。で、そういうことをやっていけばですね、
それを装備することによって収益の方が直接お客様が安心して来ていただくことによって増える可能性が高い。そういう意味では我々としてはできる限りの助成を今しているわけですから、それも使っていただいて安心して来ていただけるような体制をお店側でも取っていただければと思っています。あと説明会以外にも何か検討されていることって現時点ではありますか？新たに申請を増やしたり。それはこの前の議会でいろいろ言って、今手元に資料がないんですけれども、いろんな形でやらせてもらってます。で、従来ルートのその団体を通じてやるというのは、それはもう当然ずっとやってきたわけでございますけれども、いろんな県のね、施策に協力するお店があるわけですよ。なんとか協力店とか、そういった別の施策観点から県の施策に協力してやるお店があれば、そのお店の方々に対してこの紹介をして使っていただくとかね。だからそういう意味ではこのいろんな関わり方、いろんな手段、いろんなルート、いろんなレベル、それをもう最大限駆使してやっていきたい、そういう意味です。以上です。はい。NHK の阿部ですが、先日の知事会見でもお伺いしたんですけども、国の GoTo キャンペーンについて、こう今自身の知事の方で提言するお考えがあるのかどうか、先ほどの通り、人の移動について、現段階で今のうちの状況から見てですね、県民の皆さん、それから県外からの皆さんに対して移動をどうする、こうするということは、私の方から申し上げることはありません。ただ一人一人が行動するにあたって、先ほど言ったようなことをしっかり考えて行動していただきたいということであります。はい。病床についてなんですけど、はい、今病床稼働率が 25% ぐらいということで、はい、で確保しての551、はい、今他県とかでも確保しているパッド、実際にすぐ使える数っていう、それに乖離があるんじゃないかという指摘ありますけど、我々は医療機関といろいろ話をしてまして、そこのギャップがないように、で今即応病床ということで300床を超えるやつを確保しております。それのうち数に今なってるんだけど、まずそこから行って、でその次は551、これも切り替えていくっていうことができるような仕組み、その体制、それをお願いをずっとしてきているわけであります。今そこが312です。すぐ対応できる。もうすぐ入れる。はい。それじゃあ今はこれから大事な時期になりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。